21日放送の日本テレビ系情報ライブミヤネ屋月金曜午後1時55分では、この日の北海道の新型コロナウイルスの新規感染者が過去最多の727人となったことを速報した。過去最多だった5月13日の712人を大きく上回る数字に、宮根誠司キャスターは、過去最多727人の感染が確認されました。今ゴールデンウィーク中の数字が出ていると思うんですけれども、やっぱり沖縄もそうですけど、ゴールデンウィークを利用して旅行に行かれた方が、北海道沖縄でいろいろ飲食をされて感染されたということの数字が出ちゃっているのかな。まあクラスターもあるんでしょうけどねと推測。大都市から地方の都市に染み出しているということなんですが、と続けていた。